おはようございます。今日はロックダウン16日目、11月16日月曜日朝の8時11分です。今日は10時からゼミが1個と、4時からもう1個ゼミがあって、で1個目の、10時からのゼミで今日はプレゼンを提出しなきゃいけないので、そこでちょっと先生と話して、教授と話して感じです。で、もう一個の方の、ゼミは、コーチトレーニングについての、プレゼンをしなきゃいけなくて、でそれは、12月半ばに発表するんですけど、でもちょっと早めに準備しないと、今年度中12月半ばまでに合計3つプレゼンあって、であと1回は指導実践があるので、どんどん準備していかないとやばいんで、準備していきたいと思います。頑張ります。今日の目標です。わかんねえわみたいな数値になれば A と B との実力差はわからないというふうになりますというわけでですね、TKN で P 値があることによってヤンキーたちは5000打をシュワーズしてお互いの実力差を確認することができると、つまりは地球にも環境にも優しいということが T 値と P 値の必要な理由でありますと。アイスゴディアゴティン2ミノナーツでなんかコクソーズエンバヘッツェFelix und Alexander nutzen eToro, um in die Finanzmärkte zu investieren. Okay, vielleicht kannst du da vorweg zum Beispiel sowas, so eine kleine Phase einbringen, dass du die Gruppe erstmal sagst, okay, du bist Talentscout für Ajax Amsterdam, und schaust dir jetzt, du sollst neue Spieler finden, was machst du? Dass du praktisch, dass du dann so kurz sammelst, wie würden die Leute rangehen? Und dann würdest du sehen, okay, so könnte man das Ganze strukturiert machen.忙しいんだよ。机ももうぐちゃぐちゃになるほどで勉強しております。ここ使うね、いつもすごい勉強してるもん。やばいでしょ、すごい量だな、こんなもんなん、マジで。やっぱ尊敬するっすわ。もうね、紙辞書よ。紙辞書がもうね、ベッドを乗り取ってそうそうそう、これとかね。でも紙辞書っていいっすよね。いいよ、覚えるっすよね。覚えfür den Master in Deutschland wird halt die 1,0 mit 10. Oh. 俺がつけます。見して。はい。腕立てができるようになった翔平さん。逆立ちな。あ、逆立ちだ。うわ。え、本当にできるようになってんじゃん。成長やばくない？やばい。でしょ？タカ逆立ち挑戦です。オンの男子と25歳、独身、フリーター。
学生か。早くやれよ。もう一回、もう一回連続で、ほら連続で。ビビっとる。そうだよ、アビカ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 。いけそうだけどな。え、絶対、絶対タカの、タカの場合は。さすがに無理は。下手そうだな。バレた。持ち方がもう下手そう。いきます。意外と全然スピードで、あ、スピード出していい、スピード出していい、ちょっと。いいね。こっち側って意外にボール。あ、ちょっと危ねえ。焦るわ。その判断力大事だよ。大事大事。いいね。おい、先輩より多いっつうわ、さすがに。こんなやつね。あ、怖え。なんか変な感じするよね。うん、めっちゃ怖え。高さがね。ここに来たら。え？よ。東ヒマンビアスは。お、まあ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いい、いい、いい。めっちゃ笑ってるけど、何で東ヒマンって全く笑ってる。ちょっと、面白い。面白い。あの人が笑ってるのか、俺は全く笑ってない。ジェニーやれ。おっ、うまい、うまい。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、うわっ。翔平クッキングでございます。すでに餃子はできております。いいね、翔平さん。まあなあ、まあ、栃木人だからな。あ、そうじゃん。やっぱ宇都宮餃子なんですか。違うんだよ、宇都宮餃子ではないんだな。アンダーアーマー非オフィシャルパートナー。非オフィシャル言うなよ、本当に。未来のオフィシャルパートナー。未来にはオフィシャルになってるから。なってますね。てか、早めに取らないと取られちゃいますもんね、翔平さんのこと。どういうこと。他の会社にアンダーアーマー急いだ方がいいっすね。そう、急いだ方がいいわ、マジで。俺そんなね、ゆったりしてないよね。そうなん、未来の億万長者。マジ言ってる。うん、栃木それ普通なんすか。いや、わかんない。うちはでもさ、もうそんなんだよね。俺餃子包み、ドイツに来て初めてやりました、うん、正直に。マジ。うん、手際がいいですね。よいしょ、さすが。手際がいい。ありがとう、ジェニー。いいですね、翔平兄さん。筋肉がやろ。そしたら、丸めましょうね。逆に何があった。してるじゃん。集中してねえですね。こんな感じでよろしいでしょうか。いや、もう翔平クッキングだね、今日は。はい、ここに、こう学校会ね。おー、あざっす。